ずはパプリカの収穫シーンご覧ください。ここにはパプリカが1個できた。パプリカやったらガパオライスができるから、ガパオライスは確定したんやけど、こっちに行ったら、こっち行ったら赤になる。パプリカができてるんだよ。でパプリカも収穫しようかな。じゃあここの。よっ、いや、来た、来た。ここに。うわ、ちょっと痛んどうかな。あ、食べられとる。でもまあ食べれんことはないよ。一個目。なんか虫がおる。いやいや。歯が集まってるんだよ。怖いな。やだな。ここにあるんだよ。ほら、飛びたいのに。飛びたいのに。これ行けばいけるか。お、行けた。ポイントが。よっ、行け、あ、行け。よっ。切ります。よし、切れた。よし、切れた。あそこに行きました。でもあそこに行ったから、取れないんだよ。虫が怖いんだよ。パプリカ2個目。これでパプリカ2個なった。これでガパオライスができる。いやー、虫が。今回は、収穫したパプリカを入れてガパオライスを作ります。丸一炒める。大丈夫でしょ。いや、美味しくなるかなと。だいぶ前のコギー。お前ほうかみたいな。だいぶ前のコギーや。だいぶ前のコギーや。だいぶ前、あ、そうだ。あと何分やろ。あ、もう1時間、だいぶ前、1時間。ちょっとほな、食べれんよ。めっちゃ楽しみやん。食べれんよ。ほんまや。え、じゃあだいぶの時もできよ。うん、途中で持っていくわ。そうや、ニンニク、ニンニク、冷凍しようか。おー、すごい。ニンニクをドン。最後に。ほんまや、めっちゃいいやん。めっちゃいい。刻んでこれ。赤いは何入れたんこれ。豆板醤。今豆板醤とニンニクだけまだ。食べたいで油入れた。あれや、ロシュートから赤や。うんうん。これ油、普通の油、サラダ油。ごま油じゃない。よし、ミンチ。え、何のレストン。え、ミンチ、これは何の肉。今回は豚やけど。豚。何でもない。これ今のは豚、これは。それでも。あ、合いびきとかでもいいの。うん、さあ、ほんまの人は7勝だよな。あー、まあ、今回はじゃあ豚ないの。ほんまの人に聞いてみるわ。ほんまの人に。うん。まあ意見もらいたいな。うん、ほんまの人に。ほんまの人に知らんもんな。なあ。まあ、今回は豚ってこと。うん。今回は料理長ホビーでお届けしております。今回、料理長ホビーがお届けしております。今回はシェフホビーがお届けしております。熱っ熱っ、今のめっちゃ油跳ねてきた。うん、完全に炒めてもいい。ここで玉ねぎ、玉ねぎを投入。で、シスターに変わります。ライブの準備してるわ。もうもういいんだよ。シスターに変わりました。よいしょ。はい、飲むの。入れて、シスターに入れて。で、まずピーマン。これ裏の畑のシスター菜園になったやつ1個。あと、パプリカ2種、2色。これもシスター菜園でできて。いや、ガパオライス、やっとできる。このガパオライスのリクエストが来とって。で、リクエストしたかったんやけど、このパプリカできる待ちとって。パプリカできたから、作ってます。食べたいしね。食べたかったしね、これ。ガパオライス初めて。人生初めて。食べたこともないし。作ったこともないし。どんな味か知らんけん。知らんで。なんか調べたらナンブラーとか入れるらしくて、ナンブラーって何から始まったの。これめっちゃカラフルやん。美味しそう。じゃあこれ焼けたからほとんど火が通ったから味は知らんけど味付けするわ。ね、なんかイメージだけで。オイスターソース味がすごい気になる。醤油、オイスターソース醤油同じぐらい入れるから。じゃあ、まあ、なんか、
ナンブラー、ナンブラー、なんかこれは片渕橋食塩砂糖。魚醤、魚醤やって、ナンブラー。どんな味がするのかな。魚醤見える？いや、見える。どんな、冬、どんな匂い、すごく、どんな匂いの。まあ別に英語や。辛くない。まあ、まあ入れたんだ。レシピ見たら、うん、これはもう誘い見たいんやけど、レシピ、うん、レシピ見たら、なんかナンブラーはいつも多かったよ。そういうことがあれる。でもいい匂いしとる。ほんと。で、なんか砂糖も入れる。砂糖、砂糖。これホビーが持ってきてって。うん、ライブ、うん、ダイエットするよ、それ。持って。ほんとだ。まあ、でもそんなに食べてないもんね、最近ね。はい、食べてない。うん。でもライブしたら悪そうやろ。うん。量減ってるしね。ナンプラーさんがないけど、確かに。どうよ。そうよ。あれ、そうめんじゃねえだろ、ピリ辛が美味しい。ピリ辛？ピリ辛。ピリ辛？え？待って、横山のことは考えてないですから、ね。いや、ちょっと、頭こすっとよぎたわ、今、ちょっと。横山のことが。じゃあ、これを、盛り付けよう。ね。いただきます。